はい。えっ、ー、と、第2週、第3週はですね、えぇ、ー、あ、すません、第2週ですね。第2週はここからが本番になります。えー、行動リストを、えぇ、ー、Candoo s t a t のリストにしようというところですね。えー、皆さんはもう第1週で、あの、行動リストを作って、えー、くれましたね。で、その行動リストは、だけど、レベルが全くはっきりしていないので、えー、授業の、あの、シラバスにすることはできません。ですので、キャンドゥステートメントにして、それをシラバスにするわけですね。はい。 で,ですがですね、このレベルが A2 とかですね、B1 とか B2 とか、そういうレベルがまだ全然わからないという人もいらっしゃると思います。でその場合は A1 レベルにしてくださって結構です。で、それ以上の A2 とか B1 とかのレベルを、そういうレベルを対象にしたい人は、僕はスラックの方で各レベルの特徴的な表現という、そういうリストを共有しておきますので、それを見ておいてください。このスライドを開ける人はこのリンクからも見ることができます。 で、皆さんの行動リストの中にはですね、えー、言葉が全く使われていない行動もあると思います。えー、黙々と走るとかですね、えー。例えば、あの、大根を切るとか、<laughs> そういうような言葉使いませんよね。ですので、えー、これはあの、言葉を使うものだけをそのリストの中から、まず、えー、抽出、えー、選んで出してください。しかし、これ会話ではありませんから、見るだけとか聞くだけとかですね、そういう行動でも、 そういうことは必要ですから取っておいてください。え、それから日本語のあの、初心者の方には難しいと思ったらですね、え、A1 レベルになるように条件をつけたり、対象を制限したりするようにしてください。これは前のビデオでお話ししました。そして、え、ャンド d ステートメントの場合は、え、まあ、すみません。コードリストの場合は最後がするになっていると思いますけど、それをできるなどに変えると、それでもう CDS のリストになります。 え、例を一つ見、二つい三つぐらい見せておきたいと思います。これは幼稚園の子供を持つお母さんの例ですけど、行動がですね、重要な手紙、そうでない手紙を分けるというふうになっています。これだとレベルが全くわからないので、辞書を使うことができれば、重要な手紙、そうでない手紙を分けることができる。え、この、できればと、ことができるを入れて CDS にしました。 もう一つは、デイサービスでの仕事の行動をキャン d ステートメントに変える例です。え、行動のリストの中には、お弁当屋さんに電話で注文するというのがありました。これも全くレベルがわかんないですよね。そこで、周りの騒音が少なければ、ごく簡単な定件表現で、という、こういう、え、あの、条件をつけて、え、A1 か A2 レベルぐらいまで下げることができました。 でも A2 か A1 かよくわかんないので,で、ここにさらにですね、ゆっくりとはっきり簡潔に確認をしてもらえればという、えー、新しい、えーうん、条件も入れました。もうここまで来ると必ず A1 と言い切っていいと、いいんではないかと思いますね。はい。えー、こうしたですね、CDS の例はですね、例えば僕が作った Twitter ユーザーの A1 レベルの CDS というのも、えー、このリンクを開くと見ることができますし、 それから、えー、国際交流基金が Excel でですね、カテゴリーご、カテゴリーに分けた、えー、c a n d o ステートメントの一覧を作っています。これはとても便利ですから、よく見てください。これがですね、どうして便利なのかっていうと、この JF スタンダードの中から自分のコースで使えそうな CDS のリストを作ることができるんですね。えー、具体的な方法はここに書いてありますけれども、えー、例えば、あの、ビジネス日本語で B1 レベルの can do statement だけを自動的に選んで、え、リストにすることができます。え、その時のあの実際の具体的な操作の方法は、え、この YouTube で、え、ご覧になることができますから、え、必要な人はこれをご確認ください。はい、え、それではこの3本目のビデオはここまでにしたいと思います。失礼します。